アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、教官が、学官が集まり奮闘し、かつていじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に変わり動いていくのかもしれません。令和4年10月8日、場所は広島広域公園第2球技場にて、2022中四国学生アメリカンフットボール選手権決勝トーナメント1回戦、広島大学ラクーンズ対山口大学ギャンブラーズの一戦が行われます。試合開始10時30分キックオフ予定です。本日の配信は中四国学生アメリカンフットボール協会協賛のもとに実現させていただいております。ご協力、ご許可ありがとうございます。両チームの紹介をさせていただきます。手前側に陣取っております、本日カラーブラックのユニフォームをまとっているのが広島大学ラクーンズ。1977年創部の中四国にその名を轟かせる強豪チームです。昨シーズンも見事にリーグ戦を制覇し、甲子園ボールトーナメントに進出という形を実現いたしました。今季もそのこの、位置に立ち戻るためにこの決勝トーナメントに進出してまいりました。対しまして反対側に陣取っております、本日ホワイトのユニフォームをまとっておりますのが山口大学ギャンブラーズ。こちらも歴史は古く1980年の創部です。かつてはこのチームも中四国にいてその名を轟かせておりましたが、ここ数年 ディビジョン2、2部リーグに陥落するその辛い時期を過ごしておりました。しかし今季見事に一部昇格を果たし、再びその名を轟かせんとこの地に舞い戻ってまいりました。この両雄による一戦が間もなく行います。試合開始までしばらくお待ちください。なお本日の配信は受けたま、こちらの配信をさせていただいておりますのは私道楽屋リチャです。今配信させていただいております内容はそのまま中四国学生の公式サイトの方でも並列して配信させていただいております。ぜひどちらの方でも結構です。この熱戦をご注目ご観戦いただければと思います。さあまもなく試合開始前のコイントスのために両チームキャプテンが中央に集まってまいりました。ただいまより本日の第1試合、広島大学対山口大学の試合を行います。手前側に陣取っておりますのが広島大学、奥側に陣取りますのが山口大学です。広島大学キックオフ、山口対リターンで試合が始まります。本日の一戦は1クォーター12分の正式計時で行われます。チームのキッキングチームが左右に散りまして、これより試合開始のキックオフが行われます。キックオフを務めましたのは広島大学となりました。キックオフキッカーは73番の川上、2年生です。高橋大学出身。失礼しました、高梨高校出身です。失礼いたしました。
対しまして山口大学のリターナーは7番と99番が構えます。7番は桑野新宮高校出身、99番は右近山口大学出身、こちらは1年生のルーキープレイヤーです。25ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。山口大、ここからの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はボールを持った選手が倒れるまでを1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し、攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは山口大学の攻撃となります。山口大学自陣26ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。ここでホイッスル。ここで山口大学に反則がありました。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めなかったという反則です。この反則により山口大学5ヤード抜退となります。午前中は山口大学に反則があったという判定です。山口大学久方の一部復帰戦ということもありまして緊張があるようです。5ヤード下がりまして自陣21ヤードから山口大学ファーストダウン15、1回目の攻撃は変わりません。しかし攻撃権更新、必要距離は15ヤードとなっています。パス不成功。まず山口大学攻撃が開始地点より後方より1回だけできる前パスを選択しました。このパスを投じましてターゲットを7番に投げましたが、しかしこれは広島大学ディフェンス見事にカバーしており、パス不成功。パス失敗ですと元の地点に戻り、セカンドダウン、次の攻撃と変わります。山口大セカンドダウン15、再びパスプレー、今度はパス成功。クォーターバック4番、再びワイドレシーバー7番にパスを投じました。今度は7番見事にキャッチしまして約5ヤード前進。山口大学作戦を組みません。そのままプレーを続行します。ノンハドルオフェンス、サーズアンテ、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。外へ振りましてワイドレシーバー3番へのパス、キャッチアンドラン図りましたが、しかし広島大ディフェンス見事にカバーしており、この攻撃を後続むしろ2ヤードロストいたしました。アメリカンフットボールは前進後ゲイン、後退をロストと表現します。山口大学結果的に開始点より10ヤード前進できませんでしたので、フォースダウン12の状況になります。ここで山口大フォーメーションを変えます。パントフォーメーション、パントにより陣地挽回図ります。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。パントを行いますはパンター7番、山口大学の桑野が行います。広島大リターンに入ります。これは山口大学カバーしまして、ハーフウェイ付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。攻守今度は変わりまして広島大学の攻撃となります。
広島大学自陣49ヤードからファーストダウン10、同じく1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。インターセプト、ターンオーバー。ここで広島大学もパスプレーから入りました。しかしこのパスを取りましたのは山口大学99番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトしましたのは山口大学ギャンブラーズ99番のウコン、山口高校出身の1年生のプレイヤーです。山口大学、ここで陣地を大きく押し上げる形で攻撃権を奪取しました。相手陣47ヤードから山口大学ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。パスだこー。クォーターバック4番、ワイドレシーバー7番にパスを通しまして、見事攻撃権更新です。山口大学ファースト1回目のプレーで攻撃権更新といたしました。パスを通じました。クォーターバック4番は中田、京都高校出身の3年生、取りました。ワイドレシーバー7番は桑野、新宮高校の4年生です。さあ相手陣37ヤードに入りまして、山口大学ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。今度は中央へのアップで抜けます。ナイスダウン、ファーストダウン1点、山口大学今度はランプレーとしました。託されたキャリア10番、見事に中央突破し攻撃権更新、ファースト。キャリア10番は山下、豊富高校3年生です。これにより山口大学は相手陣20ヤードの地点に攻めりました。この位置から山口大学ファーストダウン10。ここで山口大学1人だけ動かしていいバックスにモーションをさせて、そこから加速してのジェットモーションスイープ。託されたキャリア7番、相手ディフェンスをスピードで振り切り、約4ヤードのゲイン。従いまして山口大学セカンドダウン6、2回目の攻撃、攻撃権更新、残り距離6ヤードの状況に変わります。キャリア7番は桑野、新宮高校出身の4年生です。山口大学相手陣17ヤードからセカンドダウン7に訂正します。セカンドダウン7、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。今度はオプションプレーを選択しました。オプションプレーはクォーターバックを持つかランニングバックに渡すかの選択プレーです。ここはクォーターバック4番自らキープしました。このランプレーにより約2ヤードのゲインとしています。キャリア4番は中田、京都高校出身の3年生。山口大学相手陣16ヤードからサードダウン5、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、残り距離5ヤード、そして得点を上げるエンドゾーンまで16ヤード。キャリアは10番、しかしこれは広島大学ナイスディフェンス。このランプレーによるゲインを1ヤードでとどめました。山口大学フォースダウン4回目、最後の攻撃権になります。山口大学フォースダウン4、フォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。託されましたのはキッカー3番、
キックレングス31ヤードのフィールドゴール決まるでしょうか。山口大学フィールドゴールでまず先制の3点を挙げました。山口大学ギャンブラーズ3点、広島大学ラクーンズ0点。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスターに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点、さらにタッチダウンの場合はプラスもうワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、プレーでエンドゾーンに持ち込むと2点となります。この結果得点は2点3点6点7点8点となり、その足し算により得点引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は山口大学のキックオフで再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を上げた側のキックオフで試合再開となります。山口大学キックオフキッカーは3番の三木、新宮高校出身。さあ広島です大学リターンに入ります。リターナー16番リバースフェイクから左オープンに展開、約35ヤード地点、自陣35ヤード地点でボールデッドとなりました。さあここから広島大学は反撃の攻撃に入ります。広島大学リターナーは16番太田、立命館森山高校出身の2年生です。広島大学自陣34ヤードからファーストダウン点。さあクォーターバック自ら中央突破を図りましたが、これは山口大学51番が見事に反応しまして約1ヤードロスとしています。見事な反応をしました山口大学のプレイヤーは51番の選手でした。広島大学自陣33ヤードからセカンドダウン点、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は11ヤード。これも山口大学ナイスディフェンス。今度は広島大学ランニングバックにトスして右オープンへの展開を図りましたが、これを山口大学3番が見事な上がりを見せまして、このプレー約5ヤードのロスと変えました。素晴らしい反応をしましたのは山口大学ナンバー3番三木、新宮高校出身の4年生のプレイヤーです。さあ押し込まれました広島大学サードダウン16、攻撃権更新、必要距離16ヤード取れるでしょうか。ボールオンは自陣29ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック16番、左にロールアウトしてワイドレシーバー13番へのロングパス、しかしこれは山口大学ディフェンス陣カバーしておりパス不成功となっています。前パス失敗ですと元の地点に戻され次の攻撃となります。したがって広島大学フォースダウン16の状況と変わります。広島大学自陣29ヤードからのフォースダウン16、パントフォーメーションを選択します。パンターはクォーターバックと同じく16番の太田が務めます。さあ山口大リターンに入ります。右オープンに展開し相手陣入ったところで外へ出ました。この位置から山口大学の攻撃と変わります。山口大学相手陣47ヤードからのファーストダウン点の攻撃に入ります。
キヨ様、ギャンブラーズ頑張れのメッセージありがとうございます。キヨ様、お見事のメッセージ。選手の一つ一つのプレー素晴らしいものがあります。ナイスファースト。ここで山口大学ランナップ99番ハンドオフから初の突破、相手ディフェンスの隙を縫うように大きく変身、攻撃権更新ファースト。キャリア99番はウコン、山口高校出身の1年生。山口大学相手陣30ヤードからファーストダウンテン、1回目の攻撃に入ります。成功。ここでクォーターバック4番、ワイドレシーバー14番へのパスでしたが、このパスはジャンプしましたがキャッチできず、パス不成功となっております。ダウン進みましてセカンドダウン、2回目の攻撃に変わります。山口大学相手陣30ヤードからセカンドダウンテン、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード、そしてエンドゾーンまで30ヤード。ここで山口大学はトスをしまして、ランニング枠99番に託しました。相手ディフェンスの隙を縫って99番、約8ヤードのゲインとしています。キャリア99番はウコン、山口高校出身の1年生。山口大学相手陣22ヤードからサードダウン2、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は2ヤード。ファースト。ランニング枠99番ハンドオフを受けまして中央突破、相手タックルを受けながら左オープン展開しまして攻撃権更新です。山口大学ファースト、1回目の攻撃に戻ります。山口大学相手陣18ヤード、17ヤードの地点に入りましてのファーストダウン点になります。クォーターバック4番、ワイドレシーバー7番へのパスを投じましたが、7番へのパス、これは広島大学58番が見事にカバーしており、パス不成功となっています。パスカバーをしましたのは広島大学58番の荒木。山口大学相手陣17ヤードからセカンドダウン10。広島大学ナイスディフェンス。ここで山口大学はハンドオフオプションを展開しようとしました。キャリアは4番でしたが、しかしこれは山口広島大学50番が見事に反応しまして、このランプレー1ヤードロストいたしました。素晴らしい反応しましたが、広島大学50番中村、別府鶴岡高校出身の4年生チームキャプテンです。山口大学自陣19ヤードからサードダウン12、攻撃権更新なるでしょうか、そしてタッチダウンなるでしょうか。大学外へ振りました。ワイドレシーバー81番にパスを投じましてキャッチアンドラン、これにより攻撃権更新を図りましたが、しかし3ヤードのゲイン、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。
パスを取りました。ワイドレシーバー81番は木下、池田高校出身の1年生です。そして山口大学フォースダウン9でフィールドゴールトライ、キックレングス34ヤードのフィールドゴールに挑みます。このキックは失敗、フィールドゴール失敗により無得点に終わりました。これによりまして攻撃権は移り変わりまして、今度は広島大学の攻撃と変わります。窮地出しました広島大学、自陣20ヤードからの攻撃に入ります。広島大学ファーストダウン10、クォーターバック16番ハンドオフウェイから自らキープ、左オープン展開を図りまして約4ヤードのゲイン。クォーターバック16番は太田、立命館森山高校出身の2年生。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。フィールド上に黄色いウエスが落ちますとイエローフラッグ反則発生を意味します。この反則はいずれのチームにあったか、まもなく審判から判定がコールされました。オフェンスの反則です。背後からの不正なブロック、広島大学後ろからブロック、相手選手を後ろからブロックしました。この反則は危険な行為となりますので反則となります。イエローフラッグが投げられました。オフェンス側に反則があったという判定です。広島大学は10ヤードこれによりまして広島大学10ヤード抜退し、ファーストダウンやり直しとなります。広島大学自陣12ヤードからファーストダウン20、ここで広島大学ランニングバック1番に託しました。中央へのランプレー、このランプレーにより約5ヤードほどゲインしています。キャリア1番は吉村、恵那高校出身の2年生。ここで負傷者が発生しておりますので、ここでレフェリータイムアウトが入ります。勝者退場しまして、まもなく試合再開となります。広島大学自陣16ヤードからセカンドダウン15、クリーサーク、クォーターバック16番プレッシャーを迂回しながらパスを投じようとしましたが、これを山口大学73番が見事に対応しました。キュービーサークパスを投じる前に倒しました。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、山口大学3点、広島大学0点で攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。